はい、皆さんこんにちは。今日の動画はこちらです。まあ、まだ、この半透明のやつがついているんですけども、まだ未開封でございます。 Amazon で購入した時にこういう梱包で入っておりました。はい、これです。で、ということで、フレームアームズガールマテリアノーマルバージョンということで先日発売されました。これのホワイトバージョンも3月に発売される予定です。で、まあこういうので一番気になるのはやっぱり素組みの再現度ですよね。まあ、Amazon やホビーサーチとかで完成品の動画だけで、まあ、実際はどんなんなみたいな、まあ、前みたいな牛任せちゃん、まあ、箱開けた瞬間にやっぱり塗装せなあかんのかなっていうのがあったんですけども、というわけでですね、まずちょっと外箱を見ていきましょうか。側面はこんな感じになります。ちょっとドアップ、ということで中身を確認していきたいと思います。顔の方はすでにプリントされておりますね。こういうお尻のとことかの細いラインの塗装はすでにやってくれてるような感じです。あとは手のいろんな形が入ってます。あとは可動部の柔らかい関節部分のゴム的な感じです。ちょっとだけ中身見てみましょう。これです。まあ水転写シールで貼り付けられるようにもなってます。まあ自分で塗装をし直す時に一旦剥がして、これで水転写で貼り付けるような感じですね。
ということでですね、中身の方なんですけども、特に塗装しなくてもいけるような感じになってたんで、また組み立てた時にですね、素組みの状態でどんな感じなのか実際に組み立っていきたいと思いますので、今回の動画で購入の参考になれば幸いです。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。